この動画は施設会員代表者の皆様へ2022年4月から変わったことを導入編、施設情報管理編、障害学習編に分けて紹介します。まずは導入編です。2022年4月より施設情報の管理はどう変わったのか、施設会員代表者とはどのような会員を指すのか、 施設会員代表者代理とは何かといった疑問にお答えします。1点目、2022年4月より施設情報の管理はどのように変わったのでしょうか。本会に登録されている施設のうち、医療・介護施設は厚生局の届け出情報と紐づけて管理することを基本とし、 届け出情報に不満された事業所番号が同じ施設は同一施設とすることに変更しました。また、医療介護施設以外も登録情報を確認し、一部複数の施設情報を同施設として統合しています。2>, 2点目、施設会員代表者とはどのような会員を指すのでしょうか 各施設内で管理者またはリーダー的役割を任され、理学療法士会員の中で代表者となる方です。各施設で1名のみ設定いただけます。施設情報管理等において特別な権限を有します。3点目、2022年4月より新たに加わった施設会員代表者代理とはどのような方を指すのでしょうか 設会員代表者代理とは、設会員代表者が有する権限の一部を代理として代行することが可能です。設会員代表者代理は任意設定となりますので、設定可否は各施設にてご判断ください。続いて、施設情報管理編です。施設情報の管理として、所属会員の確認、 施設会員代表者、代理者の設定、変更、施設情報の更新の3つがあります。施設情報の管理に関する内容は、施設会員代表者、または施設会員代表者代理の方のみがご自身のマイページの施設情報管理画面から確認できます。具体的に画面への進み方を確認しましょう。 まずは所属会員の確認、施設会員代表者、代理者の設定変更です。次に施設情報の更新です。 最後は、障害学習編です。障害学習に関する内容として、前期研修 D、実地研修、司会承認奨励検討会、司会承認研修会等の3つがあります。1点目、前期研修 D、実地研修です。こちらは、障害学習制度全体の概要図です。実地研修は、 前期研修の要件に該当し、座学22コマと実地研修で構成されています。実地研修については、実地指導者、登録理学療法士の在籍有無、今回が作成する新人理学療法士職員研修ガイドラインによる実習有無によって実施区分が異なります。 施設会員代表者の役割として、実地研修全体の管理把握。登録理学療法士の会員と連携しながら、実地研修の実施状況を管理把握してください。実地研修実施区分の変更申請。実地研修を実施設独自の研修プログラムで実施する場合、D-1 の路への変更が可能です。 区分変更申請は、施設会員代表者のみが申請できます。受講申請の確認。対象者は自身のマイページから受講申請を行います。受講申請を確認し、対象者と実地指導者の紐付け作業が可能です。続いて、他施設での見学研修の見学受け入れ施設です。実地研修の区分が D の1の、e または、ロの施設は、見学受け入れ施設に申請ができます。他施設の理学療法士会員の見学研修を受け入れる場合は、あらかじめ本会へ申請を行い、認証を受ける必要があります。認証後は、見学希望者へ対応いただきながら、受講申請の確認や、対象者と実地指導者の紐付けは、実施内で実地研修を行う際と変わりありません。 また、認証後にやむを得ず辞退する場合も同様に申請が必要です。内容によって施設情報管理、または実地研修対象者一覧に確認画面が分かれます。具体的に画面への進み方を確認しましょう。施設情報管理画面で分かる情報です。 実地研修対象者一覧画面で分かる情報です。2>, 2点目、後期研修 E、領域別研修事例として開催する省令検討会です。 奨励検討会の参加方法は2種類あり、1、司会主催奨励検討会、2、司会承認奨励検討会です。ここでは、司会承認奨励検討会について詳しく説明します。司会承認奨励検討会とは、施設内で実施される奨励検討会を指し、 座長である登録理学療法士が所属する都道府県理学療法士会へ開催申請し承認されることで該当駒の履修が可能になります詳細についてはマニュアルを公開していますので必ずご確認くださいまた承認者である都道府県理学療法士会において別途要件を設けている場合がありますので合わせてご確認の上ご申請をお願いします 3点目、登録理学療法士更新ポイント取得を対象とした司会承認研修会です。施設内で実施される研修会を指し、申請者である登録理学療法士が所属する都道府県理学療法士会へ開催申請し、承認されることで、登録理学療法士更新ポイントが取得可能になります。 詳細についてはマニュアルを公開していますので必ずご確認ください。また、承認者である都道府県理学療法士会において別途要件を設けている場合がありますので合わせてご確認の上ご申請をお願いします。